さあガンバ鈴木のシュートだー、ミドルシュートが決まりました。国内に戻ってきて復帰後初ゴール、 J リーグでは2年ぶりのゴールとなりました、鈴木武蔵です。東口からのキックですよね。ここからやはり自らキープをして、ちょっとですがプレスバックもちょっと遅れて、まあ、前向かれてしまいましたよね。まあ、ただあの東口のキックをしっかり自分でコントロールをして前を向いたあたりはまあ素晴らしいですね。あとこのシュートもうまく裏切りなく外して巻いて、まあ、いいコース、まあ、シンプルですけどね、キーパーからのボールですけど。